UK, UK, UK は、イングランド出身のプログレッシブロックバンド。1970年代後期、当時の実力派プレイヤーが集結して結成。パンクムーブメントが没効して、既存の音楽が収束する中、ブリティッシュロックの最後を飾る大物として、存在感を示した。解散後そのコンセプトは、時代のスーパーグループ、エイジアへと受け継がれた。 元キングクリムゾンのメンバーであるジョン・ウェットンとビル・ブルーフォードがキング・クリムゾンのようなインプロビゼーション主体のロックを再びプレイしようと話をしたとに橋を発する。当初は元キング・クリムゾンのヤン・マクドナルドが参加するとも言われていたが実現しなかった。1976年、エルプを発展させた音楽を作って、米国の市場を開拓しようというコンセプトのもと、ウェットンとブルーフォードは 元、イエスのリックウェイクマンを誘い、キーボードトリオ編成での活動を試みるが、レコード会社の問題、当時にはエークマンの所属していた、レコード会社 A&M が、リックウェイクマンのバンドとして売り出すことに固執したと、ことれている、マネージメントの問題、ギャラの配分及びバンド名に、個人の名称を入れるかどうかで意見が分かれたと、言われているで数週間のリハーサルのみで挫折。 この時にリハーサルされた曲の一部は後に、ブラフフォードのソロアルバム、フィールズ、グッドツーミーにて別アレンジで公開されている。1977年、ウェットンがロキシーミュージックで一緒になった、エディ・ジョブソンに参加を打診。リハーサルの途中で、ギタリストの必要を感じたのでブルーフォードが、自身のソロアルバム、フィールズ、グッドツーミーに参加していた、アラン・ホールズワースを誘い、 ファーストアルバムに参加する4人のメンバーが決定した。1978年、このメンバーによるファーストアルバム UK をリリースし、ツアーを行う。ツアーでは、新曲も披露されるがこの時点で、音楽性の不一致は隠せないものとなる。ホールズワースが解雇されることになり、ブルーフォードも脱退することとなった。ブルーフォードとホールズワースはよりジャズ。 フュージョン的な音楽性を求め、フュージョンバンドを結成する。ジョブソンとエットーンは、公認のドラマーとして、ジョブソンの知り合いで、フランクザッパのマザーズ・オブ・インベンションで活動していた、テリー・ボジを誘い、キーボードトリオ編成でバンドを再スタートさせる。1979年、セカンドアルバム、デンジャー・マネーをリリース、第2期メンバー、同年5月に、 第2期メンバーで、初来日、デンジャーマネーツアー東京、大阪、古屋で、前後公演が開催。来日公演でのライブアルバム制作に伴い、公演を録音する。同年、日本公演のライブアルバム、ナイトアフターナイトをリリースするものの徐々にジョブソン色が強くなっていく中で、ウェットンとジョブソンの方向性に違いが生まれ、翌年ツアー後に解散した。 ウェットンのインタビューによると、日本での異様な人気で、エディが有頂天になってしまい出がつけられない状態になっていたという。解散以降、ウェットンは、ジェフ・ダウンズ、スティーブ・ハウ、カール・パーマーとスーパーグループ、エージアを結成。ジョブソンは、ソロ活動へとシフト。ボジオは、フランク・ザッパー時代の同僚らと、新たなグループ、ミッシング・パーソンズを結成し、それぞれ活動した。 1995年にジョブソンとウェットンで UK を再結成するというニュースが広まった。インターネットを通じてドラマーにカール・パーマーが決定したとの情報が流れ、直後にウェットンはそれは根拠のないデマだと否定した。1996年からジョブソンとウェットンで録音を開始、ブラフ・ホ報道全面参加、ロバート・フリップ参加、ブルガリア女性が主団を、 フィーチャー予定等と報じられたが、ジョブソンの作業の遅れとウェットン、ジョブソンの仲互いにより UK は空中分解状態となった。結局この時の音源の一部は、ウェットンのベース、ボーカルを差し替える通して、ジョブソンのソロ名義、ボイス・オブ・ライフとして2000年に発表された。2007年、ジョブソンを中心として、元キング・クリムゾンのトレーガン、アレックス・マカセック、 テディ・ボジオとユニットを組んだこともある、アラン・ホールズ・ワース的スタイルのギタリスら5人編成で、UK を受け継ぐバンド、ユックスの結成が発表された。2009年6月、ユックスとして、ジョブソンにとって30年ぶりとなる来日公演が行われた。11月、ジョブソンが新たに結成した、エティ・ジョブソン SUZ プロジェクトのポーランドでのライブにおいて、 ウェットンとの共演が実現した。ライブでは、UK、キング・クリムゾンの曲も演奏している。2011年、ジョブソンとウェットンを中心に、正式な再結成を果たす。4月、2度のアメリカでの公演の後、UK 名義では、1979年5月の初、来日公演後、32年ぶりでの2度目の、来日公演。4月15日、16日、 18日、追加公演、全3公演が開催。神奈川県川崎市川崎区のクラブチッタにおいて、クラブチッタプレゼンツ UK レユニオンジャパンツアー2011を開催した。東日本大震災の影響等により、開催が懸念がされたが、メンバーの思いもあり、催された。2012年5月にジョブソン、ウェットン、ボジオの第2期メンバーで、アメリカ巡業をした。 5月後半のヨーロッパ巡業には、ボジオは参加せず、ドラムにゲイリーハズバンドを迎え、マカセックを再度入れた4人編成に講演している。6月14日から21日、ナイトアフターナイト2012が、ジョブソン、ウェットン、ボジオの編成にて、日本講演を行った。2013年11月8日、神奈川県川崎市川崎区のクラブチッタにおいて、 クラブチッタプレゼンツ UK スペシャルライブ2013が催された。翔平元はクラブチッタ。UK 名義のスタジオ録音で発売した2枚のアルバム収録楽曲を収録曲順に忠実に再現したライブ。UK 名義ではの4度目の来日公演。2014年4月、戦場でのプログレライブフェスティバルクルーズ・ツー・ザ・エッジに出演。ドラムはだった。 2015年、ファイナルツアーを開催し、4月に来日公演を行った。この年をもって、再度の活動停止。2017年、この年にオリジナルメンバー、ジョン・ウェットン、およびアラン・ホールズワースが死去。エディ・ジョブソンは、これら様々な要因を理由に、ライブ活動からの引退を表明。事実上バンドの存続が消滅した。ファーストアルバムでは、ブラッフォードや、 ホールズワースの持つジャズロック的要素、ジョン・ウェットンの持つハードロック的要素、シンセサイザーやエレクトリック・バイオリンを用いた、エディ・ジョブソンのインストゥルメンタル的要素が互いに絡み合い、ジャズとロックの要素がほぼ均等に導入された楽曲とアレンジを聴くことができる。2009年、ユックス来日と合わせて、エディ自身によるリマスター版がリリースされた。セカンドアルバムでは、ブルーフォードや、 ホールズワースがいないせいもあってか、インプロビゼーションの要素は後退し、ウェットンが当初考えていた、エルプを発展させたような音楽を作り上げる。キースエマーソン的なオルガンなどの伝統的要素を活かしつつも、シーケンサーやモダンなハーモニーを積極的に取り入れて、同時代的な個性を築いた。UK の結成時の音楽シーンは、パンクやニューウェーブといったジャンルが主流であり、 1960年代 -1970 年代のプログレッシブロック的な雰囲気を多く残し演奏技術を全面に押し出す作風は時代遅れのものとして映った。日本及びヨーロッパでは歓迎されたものの音楽の最大マーケットであるアメリカやバンドの母国であるイギリスではセールスにつながらなかった。結果としてバンドは解散するがこれを踏まえた形で ジョン・ウェットンは1981年にポップ性の強いエージアを結成した。サポート。サポート。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。